どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん、音楽始めよう。今日のテーマソングはドン、マカロニ鉛筆の恋人ごっこ。こちらの曲をこのウクレレで簡単バージョンでやってみようと思います。マカロニ鉛筆、名前、バンドの名前もすごいですけど、曲もすごいんですよ。ぜひ挑戦してみましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にしている、初心者向け超シンプル簡単バージョンなんですけど、この曲はですね、途中後半でですね、ものすごい展開があるんですよ。その展開がものすごいんで、まあその辺はちょっとね、見慣れないコードも出てきちゃうんですけど、簡単にしてますね。できますよ。やってみましょう。後半はさらにそこにリズムが加わって、もうね、もう本当にすごい、もう盛りだくさんなことになってます。最後まで2バージョンご覧になってください。さあ皆さん、音楽聴くの最高ですけど、やる方がですね、もっと最高なんです。そしてね、このちっちゃいウクレレだったらですね、カズレレ流だったら、もうすぐにどんな方でも音楽で弾き語りができるようになります。で、YouTube ではそのプログラムを大公開してまして、そのプログラムを見て、世界中の方がもう何万人もね、ウクレレで音楽始めてます。皆さんも始めてみませんかということでやってるんですけど、私不器用なんですよとか、音楽の才能ないんですという皆さん、そんな方にこそね、このカズレレっていうのはありますんで、できます。はい。簡単ですから、とにかく簡単。そしてこれ YouTube 動画ですので、ちょっとした隙間時間にスマホでも見られて無料です。これね、どんどん始めましょう。もうちょっとしたらここにリンクあります。今度リンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけですぐできます。ここですよ。じゃあ皆さん、良いわいですか？行ってらっしゃい、クリック。行ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのウクレレで超簡単に弾いて歌えるようにしている超簡単レッスン動画がすでに1300曲ぐらいも上がってるんです。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、世の中にある曲をもう毎日毎日ちょっとずつこの簡単アレンジで公開してます。ぜひ皆さん音楽始めましょう。そして簡単アレンジができるようになったら、それぞれの動画にかっこいいバージョンもついてますね。どんどんレベルアップしましょう。それではやってみましょう。マカロニ鉛筆の恋人ごっこ。まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンをゆっくりやってみます。ヒフミヨ。さようならだった今、さようなら。
マカロニ鉛筆の恋人ごっこガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。この曲はですね、もう私も最初聞いた時にね、びっくりしたっていうか、この後半のところでですね、展開するんですよ。このドラマティックな展開っていうか、いきなりこの三連のリズムにこう、ガラッと変わるんですよね。そこでこう、ぐっとこう、世界観を変える。そういうね、ドラマティックな、仕上がりになってるなと思って、これをこの簡単グルで表現する喜びみたいなのがあったんですけど、ちょっとね、見慣れないコード出てたと思うんですけど、後で解説しっかりしますんでね、やってみましょう。で、今聞いていただいて分かったように、2番をですね、主にショートカットさせていただいております。なんですけど、コード進行は一緒です。ので皆さんフルでやりたい方、ご自身でノートに書き出してオリジナル楽譜を作り上げてください。そして今のシンプル簡単バージョン YouTube と一緒にできた方も、やっぱり動画と合わせてしばらくうまくいってきたら、今度やっぱり自分で紙に書いて、それを見てご自身だけで演奏してみるとおすすめします。その時の参考になるようにね、これいつもねガズこれを見ながらね歌ってるんですよ。これすごい今日言葉めちゃくちゃ多いからね。この日牛乳詰めです。はい。で、これですね、今ね、このサービス始まってます。このガズクラブというのはですね、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、この今日のこの動画のこの楽譜を含む、今までガズが取りためてきたものすごく数の膨大な数のこのガズのノート楽譜が毎月5曲、お選びいただいて、ダウンロードできるという画期的なサービスがスタートしております。もうメンバーも500名を超えて、盛り上がってるんですけど、ぜひ皆さんもご活用ください。そしてそのガズクラブに入っていただくと、メンバー限定のオンラインライブ配信が月に2回ございます。はい。これがめちゃくちゃ盛り上がる。次回は9月6日の14時からで、スピッツ縛り、スピッツの曲をもうみんなで、もう、うわーっとやります。夏にね。なあ、これは絶対盛り上がる。これぜひ参加してもらいたいんです。このメンバーになるだけでこれ参加できますんでね。あとはね、非公開の SNS が回ってて、どんな質問でもガズが一応答えてるとか、あとはそのテーマを設けてみんなでこうディスカッションしたりだとか、演奏をアップロードできるところは2カ所ぐらいありますんでね。あとはね、毎朝7時にガズラジオ、略してガズラジ、私がラジオ放送しておりますんで、ぜひメンバーになってください。クラブ活動始めよう、待ってますよ。はい、そういうわけで、時間ある方これを見てメモってください。こんな感じで書いてるんですけど、これちょっと見てもらうと、ここ、トッとっとって書いてある。これリズムの話で、後半やるかっこいいバージョンをこのリズムで弾いていきますということで、今のはね、上の段を弾いたシンプル簡単バージョン、これ上の段だけ見といてください。これ下の段は後半やる弾き方のメッセージとかね、書いてあったりとかするんですけどね。ここちょっとね、後で解説します。で、ここ A メロがずっと入っていって、で、こういうところね、あ、これも弾き方の解説だ。こういうふうに見て、コードが変わってきますからね、後半の、かっこいいバージョンでは。今のはシンプル簡単バージョン上の段です。そして、問題はですね、まあ、この辺はまだいいとしてですね、ここです。このラストのところ、これ3連のリズムに急に変わるんですよ。で、ここも、この D シャープがね、見慣れないコードだったと思うんですけど、ここ見て、ほとんど後半のかっこいいバージョンをワンブロック4つになっていきます。大忙しな、山盛りの展開になっております。はい。これちょっと時間ある方はメモってもらって、まあもちろんこの後かっこいいバージョンのテロップをね、見てもらってもいいと思うんですけど、とにかくね、このガズのノートの特徴は、この歌詞のこれ上、点がいちいちつけてあるでしょ。これがね、リズムの拍をね、取ってるんですよ。これ分かってくると、ここでこうリズムがこうハマってくるんだなっていうのが分かるんで、この手書きならではの分かりやすいのがあります。ガズクラブでぜひゲットしてみてください。で、曲の構成のことを一応解説しておくと、今イントロから始まって、こう、サビから始まって、A メロやって、B メロやって、B メロやった後見てください。ここ。サビへ一回戻るんですよね。はい。サビに戻るよってことで、またこうサビをやって見てください。ここ。最初は、一番最初のイントロで出てきたサビの時はこれ1ですから、C ね。で、2回目戻ってきたら、ここ2は、星へ、ラストへって書いてありますね。星ラスト部分へ飛ぶから、ここまでやったら、ここの、もうラスト部分。ここから展開するわけですよ。はい。なんで、こういう構成になってるんで、まず構成をご確認くださいませ。はい、それでは出てくるコードの解説。今日これだけ出てきます。言っていきます。C と C7 と Am、F と D7 と G7、E7、Em7、はい、D シャープ。これはちょっと難しいよね。で、これはちょっとね、後で解説します。今手で隠したけど、今こう、出てるコードね、6、7、8個か。このコードは入門コードですよ。いつも出てくる。ガズレレの入門コードグループ。これです。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードってのは一体何かというと、ウクレレで音楽を始めようと思った方に一番最初に覚えてもらいたいコードのグループでございまして。10個あります。10個もあるのかと思うかもしれませんけど、世の中の曲、大げさに言うとこの10個の曲で、ほぼですよ。できちゃうんじゃないかなっていうぐらい、もう夢のコードの塊でございまして。しかもこれ、ウクレレにとってはめちゃくちゃ便利なんですけど、他のギターとかピアノにとってはあまり関係ないっていうところが面白いところで。まずこの10個をね、最優先で覚えてもらいたいです。その後いろいろ広げていくイメージですね。でも10個もあるのかって、まあ思うと思うんですけど、見てくださいね。これも1個のコードですよ。これ指1本。これも1個のコード。これも1個。
これもこの1個でしょ。だから今これ4つあったけど、10のうち4個は指1本で押される。そんなような簡単なんですよ。1個ずつ見たら簡単でも、10個いっぺんに覚えようと思うとちょっとコツが頭ごちゃごちゃになっちゃうから、そこで私がめちゃくちゃ分かりやすくコードが頭にスイスイ覚えられる動画を撮ってまして、ここにリンク貼ってきます。ここの動画見たらもう動画ね、あのコードがもう10個スイスイ覚えられますんでね、必見です。覚えてください。今日はそのガズレレ必須コードの中8個のコードでやってみますということで、はい。そしてさっきね、ちょっとあの出てきてあんまり見慣れないコードなんですけど、D7 というコード、D シャープ。どうしてもこれがね、必要なんです。皆さん、やってみましょう。でもね、結構簡単です。ここと、ここと、ここ。はい。じゃあどうやって押さえるか。まあ、ガズはこうですね。こう、こう、こう、こう。こんな感じ。はい。うん、いい響き。かわいいですね。この D シャープがその3連の後半の転換したところ、ラストのバースのところでこれが出てきます。これがね、結構キーポイントになるコードかなというふうに思います。さあ、ここから、かっこいいバージョンのリズムの、お話に行きましょう。まずね、これインパクトっていうか、最初にパッと聞いて思ったのは、このタッタッタっていう止まってるリズムなんですよ。ちょっとやってみると。タッ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 ってこうドラムと一緒にもバッバッバッ、これ頭打ちのリズムって言いますけどね、これをやるにはですね、一応カッティングという弾き方がやっぱり必要かなと思うんですよね。カッティングっていうのは左手見ててください。左手で音を止める、はい、こういうイメージなんですよね。まあなんだけどこの曲ちょっとゆっくりめなんで、右手で一回ずつこうやって止めてってもいいと思うんですけど、まあまあ一応カッティングというふうに紹介しておきましょう。そうするとなんかこう C を弾いて、こう触ってる時にカチャッと音を入れたりね、なんかノリが出るよりちょっとカチャッとか言う方がいい。これは一応カッティングというふうに思うんですけど、このカッティングっていうのと、あとはですね、 A メロのところ、缶コーヒーで乾杯のところはダウンピッキングというのをやろうと思います。ダウンピッキングというのは結構簡単な弾き方で、じゃあ C を押さえます。右で見てて、どんどんダンどんどんどんダンどんどん、ただこれだけ、どんアクセントをちょっとつける、どんどんダンどんどんどんダンどんどんどん、これでちょっと歌ってみると、缶コーヒーで乾杯、シーツは閉めてどうにもならない、誰だったんどんどんどん、これ結構簡単だと思いますね。これダウンピッキングという弾き方をいこうと思うんです。そしてですね、今日一番問題になるのはこの B メロで、余計なにも2に、ここのところちょっとデモ演奏してみますね。ワン、ツー、スリー、フォー。余計なにも2に気づくのは、歩き疲れた坂道だ。このリズム独特、ドンドンツカツカドン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 ツカツカドンドンっていうドラムのフレーズ、これを弾き方で再現すると、ドンドンとカツカタンタン、ドンツクドンツカチカタンタン、これつまり16ビートチャなんですよね。16ビートのチャが出てきました。しかもちょっとね、普段と違う感じ、ジャンジャカジャンジャカツカタンタン、最後のこの Am と Em7 だと、 Am がほとんど最後の Em7 はジャンジャンって2回出てくるだけ、ジャンジャカジャンジャカツクタンタン、こんな感じ。そうです。その次のバースは F、G、7、C、C なんで、F、G、7、C、C、こんな感じで。これ16ビートの動きですからね。もう一回やると、ジャンジャカ、ジャンジャカ、つく、ジャンジャン。F から G、7、C、C、こんな感じ。Am の、今ない7、F から G、7、C、C。ね。これ歌いながらやるの結構なかなかの脳トレだと思うんですけど、その16ビートル、ちゃんとちょっと変形リズム、面白い感じのリズム。ドラムで表現すると、ドンスとダンスタツク、ドンドンスク、ドンスク、ダンスカスカドンダン。このリズムですね。ここがちょっと難しいかなと思って、ちょっと難しかったら普通の8ビートでいいです。余計な荷物に気づくのは、歩き疲れた。これでも、十分かっこいいと思うんですけど、ちょっとこのリズムね、やっぱね、いいんで、かっこいいんですよ。これを表現すると、ダンスク、ダンスカ、スカ、ダンダンになります。これをやるにはやっぱ16ビートルチャが必要ということになると思います。じゃあ、ひとまずここまでなんですけど、一応、カッティングと16ビートルチャが、まあちょっとこの曲は必須かなというふうに思いますんで、一応この2つのリズムの弾き方、ここに解説載ってます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からカッティングと16ビートルチャ。これちなみに、両方めっちゃ難しいリズムなんですけど、動画でね、もう特化した動画になってますんで、そのさっきの今のリンクのとこ行ってもらうとね、まずカッティングのやり方とか16ビートルチャ、覚えていきましょう。そしてさっきも言ったんですけど、16ビートルチャ
ビートのチャが難しかったら8ビートのチャでも応用できると思いますので、ついでに8ビートのチャも見ていただくと、さっきのところで見てもらうといいと思うんですけど、こういうリズムのストロークの基本って全て8ビートっていうのが基本になってますんで、一応8ビートね、これからやりたいなってことは8ビートから始めるのがいいと思います。そしてね、リズムまだあるんですよ。そのさっきも言ったんですけど、エンディングっていうかラストのバースのところで展開するんですよね。もう違うリズムっていうか違う雰囲気がドーンとこう差し込まれてくるっていうんですけど、そこはですね、3連のリズムになります。そうするとどんな感じかというと、この3連のストロークという弾き方が出てくると思うんです。そうするとこんな感じになると思います。ちょっと展開した最初のところからやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー、ダンダカジャン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 、123123123123123というリズムで3連だから、123123、これでジャンジャカジャン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 ジャカジャンジャンジャン、こんな風ジャ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 でもいいですよ。ジャ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 、こんな感じでもいいんですけど、とにかく3連のリズムっていうのはそういう特徴があります。はい、一応だからガズがやるときはそんな今みたいなジャンジャカジャン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 、こんな風に息でやろうと思うんですけど、この後のまたバースのところでワンブロック1個ずつ、ワンブロックコードが4つ出てくるオンパレードになるんですよ。そこをちょっとやってみると、もう一度あなたといられるのなら、きっともっともっとちゃんとちゃんと愛を伝える。すごいでしょ。これはね、もうものすごい大忙しになっちゃうんですよ。しかも歌もギュウギュウ詰めに入ってる。ここはもうやるしかないと思いますね。まずこれ書いてゆっくりご自身でやってみるのをおすすめします。リズムはジャンジャカジャン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 、ワンブロックに4つ入ってるとしたら1つのコードの時にジャンジャカジャンってやるわけですからね。もう一回やると、もう一度あなたといられるのな、ジャンジャカジャンジャンジャンジャカジャン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 ジャカジャンジャン、この3連のリズムでこれ最後もう畳みかけるようにエンディングに向かっていく感じ。ここがね、展開ですね、これは。はい。ちょっとね、みっちりとこれ、まずはね、もう、とにかく最初は忙しいんで、ゆっくりね、落ち着いて、何回も練習してからこうリズムにはめていくのがいいんじゃないかと思います。はい、このマカロニ鉛筆の恋人ごっこという曲なんですけど、この前半の感じと後半の感じがもうすごく違うじゃないですか。これ歌詞を読みながら、この、演奏していくと、そのドラマ性がなんかはわかるんですけど、最後はちょっとなんか切ないっていう感じのね、やっぱその感じが演奏にも出てるかなというような感じがしてですね、そういうのもね、十分歌詞も読み込んで、やっぱその演奏のね、感じとその歌詞の世界観がガッと合わさって、それでやっぱりさらに曲が輝いていくと思いますね。そんなところにも注目して演奏してみたいと思います。それでやってみましょう。マカロニ鉛筆の恋人ごっこ、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。ヒ、フ、ミ、ヨ。
鉛筆の恋人ごっこガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。この曲はですね、やっぱり通してやってみると分かるんですけど、すごくやっぱりね、簡単ではないです。難しいんですけど、やっぱいつものことに、いつも言うことと同じになりますけど、まずパートごとを練習して、やっぱ最後にガッと合わせる、こんな風に育てて一緒にね、こう作り上げていく感じがいいかなと思います。皆さん大いに音楽楽しんでいきましょう。さあ皆さん、この音楽の楽しさ、ご自分でも楽しんでおられると思いますけれども、今度は周りの方にぜひお伝えくださいませ。お友達にね、ウクレレ今やってんだけど面白いよとかいう感じで、今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用ください。ガズレレ YouTube 見てたらね、結構すぐできるよとかいう感じで言ってくれると嬉しいです。はい、チャンネルにいいねとかチャンネル登録なんかもぜひよろしくお願いいたします。お知らせです。いつも使ってるこのガズのわがままウクレレなんですけど、本当に今大人気でございます。ありがとうございます。毎月1回程度、ある程度の、ウクレレをですね、販売して、事前予約で注文を受け付けてるんですけど、本当ありがたいことにもう本当に1日2日でもソールドアウトになってしまう状態が続いてまして、また来月もこんな感じでご注文いただけるようにすると思うんですけど、今ベトナムでもちゃくんがこう一生懸命もうガズレレGラボチームで、一丸となって取り組んでますので、今ご注文いただいている方、もうちょっとお待ちください。そしてちょっと気になっている方、来月もまたご案内ありますんでね、ぜひともよろしくお願いいたします。あとね、もうガズレレいろんなことやってるんですけど、さっきもご紹介したガズクラブも今ね500名を超えるメンバーで盛り上がってるっていうのもあったんですけど、このガズレシピ、これはね、アプリなんですけど、ガズレレの。こっちも相当ね、いいですよ。曲もすごくどんどん随時追加されてますし、メトロノーム機能とか、画面がスクロール、自動スクロール機能とかついてて、これもね、ご活用していただけるユーザーの方がすごく増えております。これは、ホームページにね、書いてありますんでね、大体、ホームページを見ていただくといろんな情報がわかると思います。そしてガズレレではいろんなグッズがあるんですけど、このキャップだとか、T シャツ、このストラップもですね、これ、マイハニー小杉さんのハンドメイドです。こういうしっかりしたレザーのね、ところもついてるし、あとここに挟まってる、これはね、水引きなんですけど、これ実はガズの両親のもう世界一個ずつのオールハンドメイドなんですよ。これうちの両親は長野県飯田市っていうところの、私の出身地なんですけど、もうそこでね40年50年この水引きに携わってるんでね、これねぜひ皆さんこういうのねホームページにゲットしてください。あ、そしてあと忘れちゃいけない、このガズレレのリュックサック、ここにほらわかる、ガズレレってプリントが入っていて、これリュック型ウクレレケースでコンサートサイズまで入るという画期的な商品、これすごく皆さんご注文いただいてるんですけど、もうあとちょっと残りが少なくなってきました。で、これどういう作りになってるかというと、これでダーッと開けるとですね、こんな感じになってます。中は広くて、で、これ楽器のケースですんで、これもすごく分厚い素材を使っててね、しっかり楽器を保護してくれるっていうのと、あとこれね、取り外し可能な脱着式のポーチがついてます。こっちはチューナー入れたりカポ入れたりとかできるかなと。で、これはですね、譜面台が入るんですけど、これ別に譜面台じゃなくてもいろんなもん入れられると思います。はい。そしてこれパッと収納すると、もうね、オールブラックなんで結構なってるから、まさかウクレレが入ってるとはきっと思われないっていうのもあるし、これ見て、ここに横にハンドルがあるんで、ビジネスマンの方もこうやって持って歩けるんじゃないかという、本当スタイリッシュにこのウクレレを持ち運ぶ。これはね、もうぜひおすすめしたいガズレレのリュックサック、これもよろしくお願いします。あと忘れちゃいけない、この本たち、はい。これはリットミュージック社から出ているガズのね、教則本とか楽譜、音楽のね、楽譜がいっぱい載ってる本なんですけど、もうこれ3冊合わせて、なんともう超ベストセラー商品になってまして、この3冊で今ね、9万8000部とか、9万9000部近くの出荷になってるんですよ。これ本当わかりやすくて簡単なんで、はい。ぜひ皆さん、こういうのをご活用していただいて、皆さんの音楽が、さらに輝くようにね、なんかいろいろ考えていきたいと思います。ガズレレ YouTube チャンネルの方もね、ぜひこれからも引き続きよろしくお願いします。どんどん音楽やろう。音楽聴くより、やる方が楽しい。ガズレレの合言葉ですよ。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。